ブルーノ・シュルツは、ポーランドのユダヤ系作家、画家。シュルツは、ビトルド・ゴンブロービチ、スタニスワフ・イグナチ・ビト・キエビチと共に、戦艦期ポーランドで、ひときわ遺産を放った作家の一人として、再評価されており、現在その作品は、世界十数カ国に翻訳されている。日本ではポーランド文学者、工藤幸男による1967年の初役以来、幾度もの解約。 造法を経て1998年に世界初となる全集が出版された。2005年末にはシュルツ全小説が平凡社ライブラリーより交換されている。シュルツはポーランド東南部ガリツヤ地方の小都市ドロホビチデヌの辞書を営む役部シュルツとヘンリエッタ・ヘンデルとの間に生まれた。シュルツは終生この町を離れることなく、その50年余りの生涯の間、 オーストリア・ハンガリー帝国、ポーランド、ソビエト連邦、ナチス・ドイツと目まぐるしく占領国の偏点を被った町と運命を共にした。ギムナジウム卒業後、家業を目指そうとするも、家族の反対を受けて、リビウの工科大学に進学、建築を専攻する。病気のために休学。1914年に第一次世界大戦が勃発し、シュルツは姉、おいと共にウィーンに疎開。 1915年に一時ドロホビチに帰るが、1918年まで断続的にウィーン滞在。1915年6月23日にドロホビチで父が死去するが、当時シュルツは難民としてウィーンに滞在しており、死には立ち会っていない。1918年帰郷後、ドロホビチの美術グループカレーヤに参加。1921年には、 マルツェ・リベロンの筆明で短編、ウンドゥラを発表したとされる。クリシェベール作品を作成。クラックフのヤギエロン大学学生、ブワディスワフ・リフトの交流から執筆を始める。ザコパネのスタニスワフ・イグナチビト警ビチのところで知り合ったデボラ・ホーゲルとの文通から日記色の店の原型が生まれる。1924年から契約教師として、 ドロホビッチのギムナジウムで美術を教える。兄のイジドルは、ルブフの石油会社の役員であったが、1935年に心臓病で急性する。その後、シュルツは一家の大黒柱として、精神病を抱えた姉の家族を支えなければならなくなる。1933年にイジドルの金銭的援助を受けて出版した短編集。 日記色の店は一部の作家たちから高い評価を得たものの家計の足しにはならず、シュルツは修正、教員の食との二足のわらじで作家生活を続けなければならなかった。1941年にドロホビチはナチスに占領され、ユダヤ人たちはゲットーに追いやられ、シュルツも住み慣れたフロリンスカ通り十番地の住居を離れゲットーに移る。その際、 原稿やドローイングをゲット外の知人に託したことが知られる。シュルツは、オーストリア出身のゲシタポ将校、フェリックス・ランダウいずれも、主に幼少時の新編に取材し、ポーランドの小都市における一家庭内とその周辺、という極めて狭い世界を描いている。短編のほか、書評やエッセイを第一短編集、日記色の店発表の後、精力的に雑誌に発表している。 シュルツは作品の中で様々な二項対立やヒエラルキーを反転させ、溶解させていく手法を得意とした。動植物、無機物の擬人化や形態や色彩の描写を過剰なまでに誇張することで、シュルツは日常的な世界を新しい要望のもとに再現させる。シュルツの小説の主なモチーフの一つに父の変身がある。 シュルツの小説に一貫して登場する、主人公ユーゼフの父である役部は、ゴキブリや鳥など、様々な形態への変身を繰り返す。父親と息子をめぐる変身物語という点で、ブラハの作家カフカとの類似点が指摘されることがある。戦火の中で多くが失われ、今日残っている作品だけ見ても、彼の画業のモチーフは多岐にわたる。自画像を含む、肖像画、 ユダヤ教徒のコミュニティ、馬車の走る街路の風景など。中でも小説では潜在的にしか描かれることのなかったエロティシズムへの変質が中心的主題として描かれている点が特徴的である。画家としてのデビュー作である連作版画、偶像三美の書には上前と振る舞う女たちの足元に気配する。 矮小化された男たちの姿が必要に繰り返し描かれている。1920年頃に制作された、シュルツの版画集、偶像賛美の書は、クリシェベールという写真版画技法が導入されている。フランス語で、ガラスイン画を意味する、この技法は19世紀半ばに考案され、主にバルビゾン派の画家が多用した。その制作プロセスは、ガラスに黒色ゼラチンを塗り、その膜を、 ニードルで削って図柄を描き、その原版に写真の観光紙を重ねて現像するというものである。手間がかかるが仕上がりはエッチングに似ているため、フランス国外へ伝播することはほとんどなく20世紀に入ると技法自体が忘れられていった。そのようなクリシェベール技法をシュルツは独学で得,得する。クリシェベールについては罠状あり、ガラス版画について、 加藤アリコ編、ブルーのシュルツの世界に詳しい。シュルツの作品は一部の層に強い支持を得ており、特にユダヤ系の作家の中にファンが多い。アイザック・バシェビス・シンガーやフィリップ・ロスは、自他共に認めるシュルツ作品の愛読者であるで両者は、シュルツをめぐって対談しており、その中でシンガーはシュルツを、自として、プルーストやカフカにも達せなかった深みに到達している、と評している。 ロスは中央の作家による作品集を編む際、砂と計算ナトリウムをこの中に加えている。同じく合衆国のユダヤ系作家、シンシア・オジックは小説、ストックホルムの救世主で、シュルツの行方不明の意向、救世主をめぐる、書評家の物語を書いている。サラエボ出身で合衆国で活躍する作家、アレクサンダル・ヘモンは小説、ノーホヤマンのエピグラフに、 シュルツの天才的な時代の一節を掲げている。アメリカの東欧ユダヤ系三世の作家であり、書物の視覚的要素や物質的要素を最大限に利用する作家としても知られるジョナサン・サフランフォアは、シュルツの英語版短編集、ストリート・オブ・クロコダイルズの印刷された文字を大カットで切り抜きし、残された文字をつなげて読む形で新たな物語を作り出した。 ブルーのシュルツの作品の二次利用の得意な例である。小説家以外でも、ポーランドの前衛演劇家、タデウシュカントルは、シュルツの作品からの影響を公言しているは、シュルツの短編、年金暮らしをもとに書かれている。ちなみに1976年に、アンジェイ・ワイダは、ドキュメンタリー映画、タデウシュカントルの劇、死の教室を撮っている。映像化の試みとして、 ポーランドの映画監督、ボイチェフ・イエジー・ハスの映画、砂時計サナトリウムや、イギリスで活躍するブラザーズ・クエインの人形アニメ、ストリート・オブ・クロコダイルなどが挙げられる。漫画家の試みとして、西岡兄弟、ドイツの漫画家、ディーター・ユットのデビュー作、ブルーノ・シュルツ短編集、月物その他などが挙げられる。音楽の分野では、クラックフで活躍する、クラクフ・クレズマー・バンドのアルバム、 砂時計サナトリウムがフリージャズの記載ジョンゾーンのプロデュースのもとザ・ディクから2005年にリリースされている。分泌業だけでなくシュルツの画業も現在一定の評価を得てきている。キューバ出身の合衆国の作家ローランド・ペレスはシュルツの画業をテーマに小説ザ・ディバイン・デューティー・オブ・サーバンツを書いている。2013年以降舞踊家のテシ河原三郎が・ラ・サブローが ブルーのシュルツの短編にインスピレーションを受けた作品を次々と発表している。2001年2月、シュルツに関するドキュメンタリー映画を作成中のドイツの映像作家ベンヤミン・イスラーの食料倉庫に、シュルツが描いた壁画を発見する。しかし、5月には、イスラエルのホロコースト記念館、ヤドバシェムが壁画の大部分を剥離して、イスラエルに持ち去り、国際的な大問題になった。 2008年、ウクライナとイスラエルの間で契約が結ばれ、20年の対応その後5年ごとの対応契約の自動更新が決まった。2009年から、ヤドバシェムの美術館で一般公開。しかし、そのキャプションでは、発見者のガイスラーの名前もヤドバシェム外法に持ち去った事実にも触れられておらず、ヤドバシェムが放置されていた壁画を発見し、 保護したという物語に書き換えられている。壁画発見の様子は、ベンヤミン・ガイスラーのドキュメンタリー映画、ファインディング・ピクチャーズに収められている。2020年、シュルツが1922年に、匿名マルセェリベロンで発表と、オボ式短編、ウンドラが発見された。ブルーのシュルツ全集愛、通空道行きを編分け、新庁社、1998年。 ブルーノ・シュルツ全小説、工藤幸男役、平凡者、2005年。マルチェリ、ベロン、ウンドゥラ、加藤アリコ役、スバル2021年3月号。加藤アリコ、ブルーノ・シュルツ、目から低水性者、2012年。加藤アリコ、ブルーノ・シュルツの世界成分者、2013年。加藤アリコ、第8回国際、ブルーノ・シュルツフェスティバル、シュルツ需要の現在。 日本スラブ学研究22号2019年。加藤アリコ、歴史、物語の操作、ジョナサン・サフランフォアの小説の視覚的要素、レニックサ3号2013年。ありがとうございます。